まみむめもさやかです。ゼルの奇跡回発売おめでとうございます。私も特典付きを電撃屋で買いまして届きましたでっけー開けていこうと思います。お値段はこんな感じ。特典といってもさ、何がついてるのかちゃんと調べてないんだよねあ、箱見て、マグカップ、この長細いやつがこの長い箱に入ってる理由だよね。ちょっとこの長いやつ先に見てみるか綺麗に開けられないんだけど。電撃屋特典ゼロの奇跡回電撃スペシャルパックビーニタペストリー。奇跡シリーズのタペストリーなんか今3個ぐらい持ってる気がするので、これ4つ目ですね。おお特進化ごめん、カメラが近すぎて全体が映らない。いいね、かわいいね。このランディの顔は何なんだ。かわいい。私実家暮らしなんだけど、普通に廊下に飾ろうかな。ゼロの奇跡回でついてくるキーホルダー、ロイドとエリーとキーヤちゃん。私青の奇跡回も電撃屋で予約してるんですけど、確かランディとティオとノエルかワジでしたよね。で、ソフト本体 4K 対応でフレームレートも 60fps 出るんだね。で、あと始まりの奇跡とデータ連動してると、これはやらねばですねあ、でついこの間買ったのに、そっか、パッケージが新しくなって、そしてコミックスがついてくるって話だったのか。ちなみに元の審判の指輪のコミックスがこんな感じの表紙ですねまあコレクション、ファンタルムのコレクションとして2種類持っておきますか。大きさは今回の方がなんかコミックサイズって感じがするね。私マグカップ好きだね水着のマグカップですね、かわいいいいですね。ちょっとなんだろう、使わずに持っとくのはもったいないんで、バッチリ使おうと思います。今回発売したゼロの奇跡1回はプレステ4版なんですけど、私は PSP 版を初めてやりまして、こっちが PSP 版の特典付きのソフトになりますね。で、割と早いうち、2年以内ぐらいに出たんですっけ、ゼロの奇跡エボリューション、メインストーリーが割とフルボイスになったビータで出たやつですね、がこれになります。これはね、特典アリアンロードさんのフィギュアがついてたんじゃないっけな。まあこういうのもご丁寧に私はコレクションで持ってますね。え、なんか今までこういう箱だったけどさ、今回箱が特にないのでちょっと寂しいですけど、こうやって並べると感慨深いですよね。一応 PSP 版クリアして、でゼロの奇跡エボリューションもクリアしてゼロの奇跡回ね、なんかいろいろ千の奇跡から逆輸入されたキャラクターとか追加のなんかあるらしいんで、やりたいっちゃやりたいつまずに頑張りたいところではありますね。ということで、ゼロの奇跡回電撃スペシャルパックの開封動画でした。青の奇跡もね買ってるんで、その時はまた動画にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。